はい、皆さんこんにちは。ドットコムドットコムです。孫という社の珍道中パート148ですね。じゃあやっていきましょう。前回なんか盛大にパート数間違ってましたけどね。はい、じゃあ続きですね。エクスターダンジョン1エネルギーの目標なんですね。ガハゴ戦になります。とりあえず装備変えますか。とりあえずね、ちょっとあらかじめ考えておいたんですけど、レシア以外を変えましょう。レシア以外全員、まあ耳栓3つあるので、レシア以外の3人には全部耳栓持たせましょう。それでいいかな。おそらくそれだと MP そんな減らない気もするのでね。じゃあ行きますか。とりあえず、まあ、敵にやってきますか。レシアが早かった。本当に結構ある限りは。あ、敵に行った。敵に行っても行動できるのかな。レイどうしよう。レイもなんかあんまりやることないんだよね。今武器攻撃どういうのに弾をかけてるか。まあどうです、若干サイレンのは別にどうでもいいですけど、ね、ただやっぱり他の3人は武器攻撃になっちゃう。最初に、まあいいや、思ったんですけど、リザレクションなくなるんだね。リインカーネーションを習得したくてですけど、うわっ、リディフェンスもよかったな。エッチャムがハイエルファント使えば思いました。ここでベルでも何だったな。うへぇ、フレイか今度は。やっぱりな、ナイヤさんハイエルファントでいいか。ナイヤさんがハイエルファントで、エッチャムは速いからフェニックス落ちてフレイが引く。999とか。ファーストじゃん。いやー、回復した。ブリーフォースで、スパルシャルコーケ、ハートチェイサー。まあ、どうかな。体勢下げるのはないんだよな。いや、レシアまひった。あ、でも水の効果やっぱコースでしたね。レシアまひったか。あー、弱ったな。まひ回復できるのって命かフレイだけになるかな。本当に荷物だな。ねえ、結構食らうな。インカーネーションで、シャレコーで、ハートチェイサー、出た。最初下げるのないよね。あ、倒せた。案外いけたね。うえ、金多いな。テールスピナー。だけ？え？だけ？
まあいいや、ちょっと一旦回復するか。じゃあ、いいや。とりあえず装備戻しますか。まあ、どうだろう。まあいいや。何かあるといけないしね。ここで何か変わったりとかするん。まあとりあえず行ってないとこあと行きますか。なんか入ってるよ。暗くてわかんねえ。あれ？え？うえ、塞がれた。OK。こういうの知らない感想してるし。ん？ああ、感想しちゃった。もさいもさいもさり。逃げられた。あ、逃げられた。で、何？表面上周りとな、なんだ変わらないけど、なんかここを掘ったらいいものが出てきそうな気がする。うん、確かに何の変哲もない壁だが、なんか第六感に訴えるものがあるな。いけい、のっち。はいはい。はいはい。母ちゃんのためなら、ええや、こーら。いや、S 大ファブが出てきたわね。あ、ちなみに S は、なんであんたがいるんだ、だから。ちなみに S はスーパーですね。しかし、素敵な鉄鉱石は出てこなかったね。次行くわ、エミノッチ。まだやるんですか。内心の石もいらねえか、そうしるし。え、待って。ってことは、ここ第三章でも行けるんだ、じゃあ。条件揃えば。ああ。どうせ逃げるわ。何このワンテ、ちょっと。邪魔。何今のワンテンポ、ワンプ。何今のワン、だからバケった時ワンテンポ遅かったけど何なの。だから邪魔だっつに。え、ここって来たっけ。あ、もたよ、ここ来てたね。ちょっと。あ、今これ倒さないといけないな。しっとりしっとりしっとり。倒すか。そのとおり、うん。別にやる技もめっちゃ適当だけどね。先行スパーク。先行スパークいつもこの技だよ。弱っ。はい、オッケー。ミラクルポーションか。だからこのワンテンポの遅さは何なの。ダメージは受けてないしね。もう、あ、ここ入ったか。ちょっと待って、こっちから出てきたか。あ、じゃあどっちか。ここは来たか。あ、でもちょっと待って、あそこは行ってないな。電気装置いらない。こんなところに来ました。愛人の巻物。あ、入り口か。え？で、回復はしてるよね。ちょっと待って、じゃあ一旦セーブしといて。ああ！もう戦闘目をつくから逃げよう。すまないし。なんやかんやでパート数結構かかってるんですけどね。エリクサーいらない。一人一人もさいもさい。あ、そうか、消えないか。おいしそうは、そんな楽にいけるか。
もう大変だった。うわ、弱い。あっさり倒しちゃった。戦道に役を保証に楽に入れてる。